どうもこんにちは、中野敦史です。それでは5本目の動画を撮りたいと思います。5本目は、今日ロード6の抽選日なので、それについて話したいと思います。あともう3時間でロード6の抽選が始まる。いやー、めっちゃ緊張する。まあ3口しか購入してないから、当たらなくて当たり前。5口とか10口買っても5等当てるのも難しいもんな、普通は。だから、3口で、やから、まあ、外れて当たり前と思って臨んだ方がええかな。実際、少ない人でも5口は買っとんもんな。多い人だったら1万とか5万とかつぎ込んで、ロト6買っとくけど。まあ僕は、3口でずっとやっていこうと思います。あと、ミニロトとロトセブンはやらないようにしてます。正直、傾向がちょっとわからんから、ロトセブンとミニロトはちょっと購入すんのはやめとこうと思ってます。それでは、また8時かな？ 8 時に結果を報告したいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。